こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、その昔、日本は黄金の国ジパングと紹介されていたのよね。1299年のマルコ・ポーロの東方見聞録だな。それがどうした？東方見聞録では、莫大な金を生み出し、宮殿や民家は黄金でできているとあるらしいけど、ちょっと誇張しすぎじゃない？確かに誇張されているな。そもそも、マルコ・ポーロは日本に来ていないしな。そうよね。あくまで中国の商人からの伝聞なんでしょ？黄金の建物って、金閣寺しか思い浮かばないけど、金閣寺が建てられたのは、東方見聞録から約100年後の1397年だしね。変よね。おそらく、岩手県平泉の中尊寺金色堂の様子が中国に誇張されて伝わったんだろうな。中尊寺金色堂は、2011年にユネスコ世界遺産に登録されて有名ね。建てられたのはいつ？1124年だ。建物に金を使うだけでなく、中国の宋にも大量の金を輸出したことから、黄金がたくさん取れる国というイメージにつながったんだろうな。黄金伝説は、金色堂がモデルだったのね。中尊寺金色堂は、奥州藤原氏の初代藤原の清平が建立した。当時は、中尊寺全体に黄金がふんだんに使われていたそうだ。奥州藤原氏って、かなりのお金持ちだったのね。当時の平泉は、金や名馬を生み出し、平安京に次ぐ第二の都市だったとも言う。しかし、富をめぐって争いが絶えず、最終的に1189年に源頼朝に滅ぼされた。莫大な財力を手にしたことで、頼朝から警戒されたのかしら？警戒では済まず、滅亡させられることになったな。それが1189年か。1185年を鎌倉幕府成立の年とすると、その4年後ね。東国の支配者となった頼朝にとって、北に隣接する奥州藤原氏を壊滅させることは、最後の総仕上げだったんだろう。奥州藤原氏は、三代目の藤原の秀衡の頃には、朝廷を脅かすほどの一大勢力になっていたからな。中央とも互角に渡り合う、反独立国だったとも言うものね。そうだな。黄金に輝く中尊寺金色堂や世界文化遺産にも登録された毛通寺の浄土庭園。当時の繁栄ぶりが伺えるわ。でも、奥州藤原氏って一体何者だったの？詳しく知りたいわ。よし、では今回は、奥州藤原氏について解説していくぞ。その栄光の象徴でもある金色堂には、藤原氏四代のミイラも残っている。そのことについても解説していくぜ。ミイラ？それも四体もあるの？ちょっと怖い気もするけど気になるわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。そもそも奥州藤原氏って何なのかしら？平安時代後期、岩手県の平泉を中心に、東北地方で4代、約100年にわたって栄えた豪族だ。栄枯盛衰100年の歴史というわけね。初代は清平、2代は元平、3代は秀平、4代は安平だな。初代清平の出自はわかっているの？400年以上遡ると、藤原の鎌足にたどり着く。藤原の鎌足の末裔なの？藤原の鎌足って中富の鎌足だから、大化の改新の中心人物よね。そうだな。平安中期の藤原の秀里の子孫でもある。藤原の秀里って誰？藤原の父と祖先に持つ藤原北家の子孫だ。平の将門の乱で将門を討ち取った功績で朝廷から称えられた軍事貴族だな。奥州藤原氏って、藤原北家の支流の名家だったのね。私、奥州藤原氏って蝦夷出身で、アイヌの人なのかなと勝手に想像してたわ。まあ、初代清平が自らを遠江の恩州と呼んでいたからな。どういう意味？当辺の蝦夷集団を束ねるべき、遠江昔から宗教の家柄に属するものということだ。奥州の統治者として誇りを持っていたのね。1950年と1994年に、ミイラ化した4体を調査した結果、奥州藤原氏は、現代の京都人に近い骨格をしていたことが分かっている。やっぱり藤原の貴族的な血筋を引いているのね。そのミイラについては、動画の後半で触れるとしよう。わかったわ。ところで、奥州藤原氏は、朝廷をも脅かすほど勢力を拡大したという話だったわね。そんなに力を持てたのは、やっぱり金がたくさん取れたから？それが一番の理由だな。でも、奥州の金って、いつから取れるようになったのかしら？金の発見は8世紀に遡る。8世紀？時は聖武天皇の治世だ。疫病の大流行や度重なる戦闘で、朝廷は財政危機にあった。聖武天皇といえば、奈良東大寺の大仏ね。そうだ。奈良で745年から大仏が作られたが、朝廷は金を探し求めていた。
わかった、金メッキの材料にするためね。当時は日本では金は取れないと考えられていたため、聖武天皇は外国から入手する予定だったんだ。外国から輸入したら、お高くつきそうだわ。そうなんだ。しかし、そこに朗報がもたらされる。探し始めて4年後の749年、陸奥国で金が産出されたんだ。すごい。古来より陸奥と呼ばれた地に、約4億5000万年から1億年前に作られた金鉱脈が眠っていたんだな。この発見で陸奥国は、国内有数の金産出国になったのね。砂金は高価で持ち運びも便利なことから、膨大な量の金が、京都や海外で珍重された。それが奈良時代を経て平安時代、奥州藤原氏の資金源になったというわけね。この金がなければ、奥州藤原氏が東北地方に君臨し、まるで独立国のように繁栄することはできなかっただろうからな。奥州藤原氏の初代は清平、2代は元平、3代は秀平、4代は安平だったわね。では、一人ずつ見ていこう。清平の父は、藤原の常清。叔父は阿部の定藤だ。平安末期、東北地方で朝廷の支配下にある蝦夷と源氏の間で起きた戦争。前9年後3年の役。の経緯は複雑なのでここでは省略する。清平の父、常清の時代に起きた、東北地方の勢力争いね。そうだ。実はこの時、源頼義と藤原の常清は死闘を繰り広げている。ちなみに、源頼義は頼朝の祖先だな。清平の父や叔父と頼朝の祖先が戦っていたの？そうだ。奥州藤原氏と源氏の因縁の対立は、ここに始まっている。戦いに勝った源頼義は、藤原の常清を斬首刑にしているんだが。どうしたの？錆びて刃こぼれした刀によるノコギリ引きという残酷な刑罰にしている。それは、苦痛を長引かせるためよね。よくそんなこと思いつくわね。敗者に対する源頼義の報復は苛烈だったからな。叔父の阿部の定藤はどうなったの？こちらも源頼義によって討ち取られ、その首は丸太に釘で打ち付けられて朝廷に送られたという。源氏に逆らう者への抑止力になるようにしたのかもしれないけど、残虐ね。そうだな。この時7歳だった清平も処刑される運命だったが、母が敵将と再婚したことで養子となり、危機一髪で処刑を逃れたという。清平は命拾いしたものの、過酷な運命を背負った人だったのね。清平は、40歳頃になって平泉に住居を移し、政治と文化の都市建設に乗り出した。仏教への信仰が厚かった清平は、1108年には中尊寺の造営を開始、壮大な中世都市平泉の原型を作った。ふむふむ。約20年という年月をかけて、金色堂をはじめ様々な堂塔を建てたり、庭園を造営したりした。清平が望んだことは、とにかく平和な世の中を作ることだった。戦で命を落とした人々の霊を弔うために中尊寺を建てたと伝わる。父も叔父も残虐に処刑され、肉親の多くを戦いで亡くしているものね。鎮魂の意味もあって、1124年に中尊寺金色堂が建立されたわけだが、屋根、内部の壁、柱など全てを金で覆った。当時は金色堂だけではなく、中尊寺全体が金で覆われていたとも言われており、まさに奥州藤原氏の権力と財力の象徴だったんだ。お寺全体が金？見てみたかったわ。奥州藤原氏は、中国の宋との交易ルートも持っていた。中国では金の産地が雲南などに限られていたため、非常に高価だった。当時日本では、金が銀の4倍の値段で取引されていたのに対して、中国では約7倍で売れたそうだ。ということは、ただでさえ高価な金が、海外ではさらに高値で取引できたのね。その結果、平泉は経済的に潤うことができたのね。冒頭で、マルコ・ポーロが記述した東方見聞録の黄金の国ジパングは、中尊寺金色堂が元ネタだという話をしたな。実際に、日本の金が海外に大量に輸出されていたことも、黄金の国伝説に拍車をかけたと思われる。なるほど。また、清平は北方貿易にも着手している。北方貿易？アイヌを介して、北東アジア大陸を含む北方地域との間で行った交易のことだ。この交易で、平泉は経済的にも豊かになっていったんだ。清平は、政治、文化、経済とあらゆる方面で100年の栄華の基礎を築いたのね。そうだ。また清平は、中央への配慮を忘れず、朝廷や藤原摂関家に金などの献上品や貢ぎ物を欠かさなかった。目をつけられないように仕立てに出ていたのね。ところで清平の時代、朝廷は誰の時代かしら？白河上皇だ。あ、院政を始めた天皇ね。清平がせっせと金を送っ
て、東北支配を黙認してもらった相手は、白河上皇だったということかしら？白河院政は1086年から約40年間だが、これは清平の時代とちょうど重なっているな。白河上皇って、天下三不如意の人でしょ？鴨川の水、すごろくの際、山帽子だな。裏返すと、この三つ以外は思いのままになるという、天狗発言が有名な人ね。そんな傲慢な白河上皇ともうまく付き合った初代の清平はすごいわ。清平の死後、その後を継いだのは藤原の元平だ。元平は清平が築いた仏教を中心とした。平泉の町づくりをさらに発展させた。元平の時代は何年くらい続いたの？約30年だ。中央政界とも対等に渡り合い、天皇に近い公家たちとも関係を持って、奥州藤原氏の立場を強固にした。父の意志をしっかりと受け継いだのね。二代目経営者のお手本のような人物だな。そうね。父の理念と地盤を引き継いで、より盤石にしていったんだものね。元平が行った代表的なことといえば、毛通寺の再興だ。毛通寺は850年に創建されたが、火事で焼失して荒廃していた。それを中尊寺に匹敵するほどの立派なものに再建したんだ。毛通寺って珍しい名前よね。そうだな。一説には毛布の国や腰の国にもこんな立派な寺はないという意味で付けられたという。毛布の国や腰の国って何？毛布の国は、神津家下野、つまり、現在の群馬県や栃木県があったあたり。腰の国は越中、越後、つまり、現在の富山県や新潟県があったあたりだ。なるほど。鎌倉時代に成立した歴史書である。吾妻鏡にも我が国で例がないほど立派なお寺だと記されている。毛通寺本尊の薬師如来像の制作は、京都の仏師に依頼したそうだが、その時の謝礼がすごい。京都の仏師？一説によると、運慶だという。百両の金をはじめ、絹や欧州産の旬目、北海道産のアザラシの皮など高価なものばかりだったそうだ。金は文字通りお金だし、旬目は現代で言うと、速い車みたいなものかしら？馬は戦いを左右する、重要な移動手段であり攻撃手段だな。北海道産のアザラシの皮って、何に使われたの？耐水性があることから、馬具などに使われたそうだ。他にも、道の区の特産物といえば、和紙の羽がある。和紙の羽？和紙や大型の鷹の尾羽は古くから弓矢に使われた。中でも、おじろ和紙や大和紙の純白の尾羽や黒横縞模様の熊鷹の尾羽は最高級とされたんだ。高級品で珍重されたのね。また、武漢の正式な装束で矢を帯びる習慣があったことから、需要が結構あったんだ。奥州藤原氏は、金と名馬をはじめ高価な品々を朝廷に献上することで、長期間、朝廷に干渉されない反独立国を維持した。気遣いは分かったけれど、政治的な手腕はどうだったの？中央に気を使って、言いなりになっていたわけではない。当時の朝廷で権勢を誇っていた左大臣藤原の頼長が大幅増税を命じてきた時には、きちんと交渉して、最小限の負担で納得させている。藤原の頼長？博識で他人に厳しく、妥協しないことで有名な人物だ。そんな論破王みたいな人にもひるまず交渉したということね。また、藤原の元平は、奥州に赴任してきた国司の藤原の元成との融和を図るため、嫡男の秀平を元成の娘と結婚させている。いわゆる政略結婚かしら？中央とのバランスに配慮しながら、うまく付き合おうとしたんだろう。成長期の二代目としての大役を十分に果たしたと言えるわね。元平の死後、その後を継いだのが藤原の秀平だ。創業期の清平、成長期の元平に続く、成熟期の秀平ね。源義経は京都の鞍馬寺で少年期を過ごした後、奥州藤原氏に身を寄せている。この時、義経が父のように頼り、慕っていたのが、この三代目の秀平だな。秀平は義経の恩人だものね。源平合戦の一の谷の合戦、日踊り越の坂落としで活躍した義経の相場は、一説によると、藤原の秀平から贈られた馬だと言われる。あの黒い毛並みが美しい、太夫黒ね。そうだ。朝廷をはじめ各地の武将たちも、道の区の馬が優秀だとわかるとこぞって手に入れようとした。実際、秀平の時代には、17万騎とも称される日本最強の騎馬軍団を持っていた。財力だけでなく、軍事力でも圧倒していたのね。しかし、秀平はそれでもなお、朝廷に金や馬を献上したり、自社へ寄進したりして、中央から目をつけられないように配慮を続けた。へりくだった態度を続けて、調子に乗ってると思われないように注意したのね。それが功を奏してか、
ついに朝廷から従い下、鎮守府将軍に任命されたんだ。鎮守府将軍？鎮守府将軍とは、陸奥国に置かれた軍政府の長官のことだ。初代の清平も、二代目の元平も、任命されたのは王領使といって警察や軍事を司る官職止まりだったからな。秀平は、父や祖父よりも高いくらいに任命されたというわけね。ああ。そういえば、秀平の義理の父は、国司の藤原の元成だったわよね。鎮守府将軍に任命されたのは、これが大きく影響しているんじゃないかしら？そうだろうな。父の元平が打った布石が、ここで効いてきたと言える。この任命によって、秀平は名実ともに、欧州の支配者として認められたわけだ。この時が一族の全盛期かしら？まさに、ここが絶頂期だ。秀平は父や祖父と同様に都市計画も進めていき、無料公園を建立した。無料公園は宇治の平等院鳳凰堂をモデルに作られ、規模は一回り大きかったそうだ。この無料公園を中心に広い範囲の整備を行い、平泉の都市を完成させたんだ。極楽浄土をイメージして作られたのよね。現在は跡地だが、平泉の文化遺産として観光地になっているな。そして四代目として藤原の泰衡がその後を継ぐわけだが、霊夢の泰衡のイメージは、どんな感じだ？戦の天才、源義経を自害に追いやったり、平泉を捨てて館に火を放って北海道に逃げようとしたり、優柔不断で自主性のない人物のイメージね。まあ、方眼美意気で源義経に同情すると、泰衡はどうしても悪者になってしまうからな。大体泰衡は、亡き父から、義経を将軍に立てて平泉を守れ、頼朝に屈するな、と言命されていたんでしょ？それなのに、頼朝から武力攻撃をちらつかせられると、義経が暮らす衣川の館を部下に襲撃させてしまった。1189年の衣川の戦いね。弁慶の立ち往生はあまりにも有名だな。主君の義経を守ろうとして、橋の中央に立ち、無数の矢が突き刺さっても最後まで義経を守ろうとした話ね。物語で義経や弁慶の勇ましさばかりが強調されるからか。どうしても泰衡に同情ができないのよね。まあ、泰衡は家臣に裏切られて撃たれているしな。弁慶が義経を身を挺して守ろうとしたのとは対照的だな。そうね。結果論だけど、こんなことになるんだったら、泰衡が父の遺言を守って、義経を殺さずに大将に据えて正面から戦えばよかったのにと思ってしまうわ。義経の首さえ差し出せば、許されると思ってたのかしら？おそらくな。泰衡は義経の首を差し出して、鎌倉幕府の標準の意を示すなど、必死で平和的解決を図ったが、頼朝は最初から聞く耳など持っていなかったからな。そうね。義経をかくまった上に、勝手に討伐したことは許されないとか、イチャモンつけているしね。頼朝の真の目的は、奥州藤原氏の殲滅だったからな。父の秀平はそのことをよくわかっていたが、泰衡はわかっていなかったんだろう。秀平がもう少し長生きしていれば、違った結果になっていたかもしれないわね。そうだな。義経を総大将に、頼朝と対決していたら、と、つい想像してしまうな。中尊寺金色堂には奥州藤原氏四代のミイラがあるって話だけど本当なの？金色堂の仏像を安置する台座の下に、清平、元平、秀平三代のミイラ化した遺体と泰衡の頭部が今も安置されている。金色堂の中央段が清平、右の段が元平、左の段が秀平だ。三人の遺体と泰衡の首では、全く扱いが違うからな。それにしても、仮装でも土装でもなく、金色堂の仏壇の下に葬るって、かなり珍しいわよね。どのミイラが誰のものか、すぐにわかったのかしら？遺体を収めていた木簡の装飾技術の進歩具合や古さの順番、副葬品の内容で判断した。ミイラ化した遺体は、1950年と1994年に調査が行われている。遺体の損傷具合は、初代の清平が一番ひどく、元平や秀平、泰平の遺体は比較的良好だったそうだ。ミイラって自然にできたものなの？それとも人工的に作られたの？二回の調査を経て出た結論は、自然にミイラ化したものだということだ。遺体が安置されたところが偶然にもミイラ化しやすい環境だったそうだな。偶然なの？それはすごいわ。1950年の調査で、奥州藤原一族にアイヌ的要素はなく、トライ系あるいは弥生系の形質を持つことが明らかになった。さらに1994年の調査では、近世アイヌよりも現代京都人に近いことが確認されている。歴史学者の高橋隆氏の著書、奥州藤原氏、平泉の映画100年などの資料によると、
初代の清平の遺骸を調査した結果、遺体の保存状態は悪くほとんど白骨化していた。身長は160センチ。血液型は AB 型、顔は頬骨が出ていて鼻筋が通っている。清平の骨をレントゲン撮影したところ、左側に半身不随を発症していたことがわかっている。亡くなった年齢は歯の状態から70歳以上とみられ、資料と矛盾はない。歯は虫歯、歯槽の膿あり。ひどく痩せていたとみられる。そんなことまでわかるのね。二代目の元平は、身長164センチ。血液型は A 型。太く短い首、よく発達した胴。胸幅は厚く、怒り型で恵まれた体格。生前は甚だ肥満型。腹が突き出ていたと思われる。両手足を伸ばしたまま開き加減にし、頭も昼寝をむさぼるかの状態で仰向けになっていた。二代目は肥満型だったのね。三代目の秀平の身長は167センチ。血液型は AB 型。遺体の保存状態は良好。栄養状態も良好。生前は下膨れの福々しい顔だったように見える。よく発達した胴と胸幅で怒り型。右側に半身不随あり。長期間寝たきり状態で死去したとは考えられず、脳一血などで急死したと思われる。すごく具体的に死の状況が推測できるのね。でも、未来の人にこんな細かく調査されて、本人たちはちょっと嫌かもね。さて、残るは、四代目の藤原の安平だ。安平に関しては、首、つまり頭部のミイラだけが残っている。当初、首桶にはただ平こうと書かれていたので、藤原のただ平のものだと思われていた。藤原のただ平？藤原のただ平は、秀平の三男だ。つまりは安平の弟だな。それが調査の結果、安平のものと分かったのね。でも、どうして分かったの？顔面に傷があり、眉間には長い八寸の鉄釘を打ち込まれた跡があるんだ。八寸の釘？約24センチの釘だ。頭蓋骨を貫く長さだな。第四頸椎で斬死された子宮で保存状態は良く、顔はほとんど生前そのままであるという。きっと無念の表情だったんでしょうね。そうだろうな。丸顔、包丁で若々しく、没年齢は歯のレントゲン結果から30歳前後と見られた。頭や顔に多数の切り傷や刺し傷があり、眉間の左よりに円形の2ミリほどの穴が認められた。これは後頭部の同じ大きさの穴に対応していることから、太い鉄釘のようなものを眉間から打ち込まれたと推定される。眉間に、怖すぎるわ。でも、頼朝はどうしてここまでしたのかしら？これは、かつて頼朝の先祖、源頼義が、清平の叔父、阿部貞藤を討ち取った時の礼に習ったものだ。ああ、源氏に逆らって負けた者への報復は苛烈だったものね。頼朝は阿部の貞藤に釘を打ち込んだ者の子孫をわざわざ探し出して、安平の眉間に打たせたとも伝わる。八寸釘の頭蓋骨打ち付けは、祖先を崇拝する頼朝の行為だったんだろう。それにしても頼朝さん、冷酷非情な政治家と言われるだけのことはあるわね。頼朝は、源平合戦で功績のあったいとこの義仲、義母弟の義経、範頼。邪魔になったら、すぐに死に追いやっているものね。そうだな。頼朝の父系三親等以内の男性、約30人はほとんどが頼朝によって殺されているからな。ひえー、親族30人。話を戻すと、釘で打たれた形跡があることから。この頭部は、源頼朝によって死後さらし首にされた、安平と考えられている。頭や顔に多数の傷があると言ってたけど、それはどうして？刀傷と見られる深い傷がいくつもあった。これは、首を跳ねるために太刀を7回振り下ろし、5回失敗して最後の2回で切断されたと推測されている。ああ、聞かなければよかったわ。5回失敗って。フランス革命でギロチンが人道目的で採用されたと聞いたとき。意味がわからなかったけど、こんな風に苦しませるのを避けるためだったのね。そうだな。今回は奥州藤原氏について解説してきたが、どうだったか？100年の映画も滅ぶ時はあっけないもので、なんだか世の無常を感じたわ。源頼朝も源平合戦で平家を滅ぼし、奥州藤原氏を殲滅し、鎌倉幕府の初代将軍になったけれど、満51歳で謎の急死を遂げているしね。鎌倉幕府2代目将軍の頼家は満21歳で暗殺され、三代目の実朝も満26歳で暗殺されている。実朝の死で、源氏将軍の血筋は断絶してしまったのよね。実朝の死が1219年だから、鎌倉幕府成立の1185年からわずか34年しか経っていないわ。その後は、北条家による執権政治が行われていく。奥州藤原氏の映画が、たった4代100年で短いと思ったけれど、源氏将軍家は、たった3代30年だものね。
松尾芭蕉の奥の細道の有名な句があるな。夏草や、つわものどもが、夢の後ね。奥州藤原氏100年の栄光と滅亡の歴史。その後に続く源氏将軍家30年を思いながら芭蕉の句を読むと、じんわりと胸に迫ってくるものがあるな。そうね。たった17文字から、所要無常感が伝わってくるもの。一時の勝者もまた敗者となって、歴史の渦に飲み込まれていく。私はサミダレの振り残してや光道も好きよ。真っ暗な虚無の中にも光はあると言っているように感じるわ。そうだな。1189年に奥州藤原氏は滅亡したが、それから800年以上経った今でも金色堂は光り輝き続けている。奥州藤原氏4代はミイラとなって、金色堂を守り続けているものね。そうだな。というわけで今回の動画はこの辺で。動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。